き秋大喜利よいしょのせとある人モッチです。はい、ということでね、はい、まあ最近都市伝説がまた流行りに流行っておるおりますよ。まあウイルスの影響かもしれないですけどね。そうですね、最近はちょっと流行っております。そこでまたあのニュースターが YouTube 界にやってきましたニュースターではない結構オールドスターだと思う。オールドスターか、まあレジェンドがねやってきたわけなんですよ。まあ前の世紀大喜利と同様、今回はですね関明夫さんが言いそうなことをね回答してもらうっていう大喜利をやっていきたいと思います。はい、はい、見ました、あの先日のやりすぎ都市伝説。見てない、見てない、見てないですか。都市伝説系あんま見てないですよ、ね、昔は見てた。いやでもまあ見てた頃もあったけど、そんなその詳しくは見てない。激化した関明夫みたいな本当にわかんない。最近はねすごく激化してる、激化してるよね最近してますというわけで今回は関明夫大喜利です。やっていきましょう。はい、第1問。はい、はい、2025年に起きることを教えてください。いやもういや言うて5年後なんだよな確かに。はい、野瀬くん、はい、2025年に起こることを教えてください。2025年にはもう AI が人間の脳を3割占領してくるよっていうこと声真似じゃんモノマネじゃない、なんかもうそれは言いそうだし、ちゃんとただ言いそうなただ言いそうなだけだよそれ大喜利とかじゃないはいはいはい、はい、2025年に起こりそうなことを教えてください。2025年にはアリが全部機械化してるんだよねいやおもろいなそれはおもろいわいやそういうことかいやーむずい、そういうことか。はいはい、はい、もち2025年に起こりそうなことを教えてください。2025年には人類がそろそろバナナを持って走るバナナンチャーが始まる。意味がわからない。それ対価だよ。バナナンチャーなんで一周してんじゃん。次行こう。第2問。はい。全国の主婦がお茶の間で絶叫。何があった？何かあるから絶叫したんだよねってこと。まあそういうことになるよねってことだよね。なるよねってこと。もうオカルトじゃないからねモノマネじゃんだ。はいはい、全国の主婦がお茶の間で絶叫。何があった？実は僕のこの髪の毛は全部陰毛なんだよね大絶叫これも陰謀なんだよねって陰謀の陰謀なんだよねってはいはい、のせ。全国の州がお茶の間で絶叫。何があった？なんとやりすぎ都市伝説が2夜連続放送されるんだよねっていうこと。絶叫するねあーってなるじゃないですか。そうなんだ絶叫には至らなかったよねはい、はるき。全国の州がお茶の間で絶叫。何があった？アメリカではもう主婦はいなくなり始めてるってことだよねはい、のせくん。お茶の間で絶叫。何があった？茶柱は実は AI に管理されているんだよねっていうことぬか喜びだったってことだよねそういうことですはい、もちくん。全国の州がお茶の間で絶叫。何があった？これからの天気予報は小笠原諸島だけしか表示されない大絶叫だな次行きましょう。行きます。iPhone12 の Siri に搭載された驚くべき機能とは？はいはいはい、はい、iPhone12 の Siri に搭載された驚くべき機能とは？ポポン。イライザって何？はい池田のことですええええ池田のことだ。頭悪くなっちゃって隠してるんだよね陰謀はいはい、はるき。iPhone12 の Siri に搭載された驚くべき機能とは？ Siri と12、これはすごい悪い関係があるんだよね。この図を見てほしいんだけど、この12と Siri であのイジリューになるんだよね。イジリューの S バージョンが完成してしまうんだよね。イジリュー12のこの i とこの2を z にしてこう並べ替えるとイジリュー S になるんだよね。これが行き過ぎ都市伝説なんだよ。
第4問、はい、信じるか信じないかはあなた次第みたいなことを言ってください。これはむずいよねっていうことは。はいはい、はい、あるき、信じるか信じないかあなた次第みたいなことを言ってください。うんこを出すか出さないかはあなる次第です。あなるはね一瞬通るね。一瞬通る。これやべえ。これやばい。これやべえ。一回消すっていう。はい、信じるか信じないかはあなた次第みたいなことを言ってください。豚汁か味噌汁かは母親次第です。まあそういう系ね。いいよね。はい、はいはい、はい、信じるか信じないかはあなた次第なみたいなこと言ってください。小学校のカレーがうまいかまずいかはアサリ次第です。あー確かにアサリ関係したっけ。アサリカレーアサリね。あ、はい、小学校の時に何でもアサリ入れればいいみたいなあったんですよ。確かに覚えてねえな。カレーにねアサリがね入ったんですよ。うわーうまいよな。うわカレー食いて。俺もカレー食いたい。最悪。最終問題、はい、セイキンさんの登録者数が世界一に何があった。やばいだろそれは。はい、セイキンさんの登録者数が世界一に何があった。チビキンが実はヒカキンさんの DNA からできたクローンだったんだよね。セイキン維持なんだよね。結局そうなんだよね。はい、はいはい。登録者数が世界一に何があった。本当に狙撃されてしまったんだよね。伝説になってる。伝説の YouTuber セイキン。はい、セイキンさんの登録者数が世界一に何があった。名前をピューディーパイに変えたんだよね。ズルやん。悪いただのズルなんだよねってこと。いきます。おはい、はい、セイキンさんの登録者数が世界一に何があった。ジャスティン・ビーバーが Your face is funny とツイートしたからなんだよ。ちょっと悪いです。悪いね。はい、セイキンさんの登録者数が世界一に何があった。セイキンさんの登録者数が世界一になったと同時にセイキンさんの自宅が建屋式住居になったってこと。なぜか時が戻っているんだ。これが意味をすることは全財産をはたいて登録者を買ったってこと。はい、セイキンさんの登録者数が世界一に何があった。すべて実力ってことだよね。そういうこと。それはないよね。え、ウームか。